羽生結弦る選手に宮城県民やゆかりの人がねぎらいの声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。羽生結弦る選手のプロ転向を受け、宮城県民やゆかりのある人からは驚きやねぎらいの声が聞かれました。仙台市民、ありがとうじゃない。ありがとうかな。頑張ってもらったし、アイスショーで輝いてもらいたい。すごい残念ですけど。 ご本人が決めたことですからこれから先も応援したいと思います。何事にもできないじゃなくて、チャレンジしてくれているところは勇気をもらいました。ハブ選手の母校東北高校の元校長で、フィギュアスケート部の顧問だった井原らしさんは、東北高校の元校長井原らしさん、コロナ以降、北京五輪に向けて頑張ってきた。これ以上彼に頑張れとは顧問の立場において、そういう気持ちにはなれなかったので、 次なる人生に幸あれと、彼のこれからの人生を見守っていきたい。また、ハブ選手が2014年、被災地の支援で訪れた際に訪問した石巻市の食堂からもねぎらいの声が聞かれました。東京へ食堂店主渋谷明彦さん。残念な面もあるけどね。今までずいぶん頑張ったなご苦労さんっていう感じだなアスリートとしてやるっていうことだから、スケートしているハブくんは今からでも見れるからな。 本当によく頑張った、ご苦労さん。株式会社東日本放送。羽生結るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。